はい、ありがとうございます。アーシブです。というわけで、本日11月9日、スプラトゥーンの新作アミーボが発売しました。で、私ね、もういち早く入手してきたわけなんですけども、まだ発売してからね、23分しか経ってないんですよ。23分しか経ってないんですけども、最寄りのゲーム屋さんにね、もう速攻行って速攻帰ってきました。で、まあ今回はね、この新しく買ったアミーボを使ってスプラトゥーンの方をやっていこうかなと思います。まあとりあえず早速かざしていきましょう。まず最初にタコからいくか。お、これでヒデオくんゲットですね。こいつがヒデオくんか。オッケーオッケー。で、まあとりあえずね、全員サポーターになってあげましょう。さあ続いてタコガール。さあこれでサポーターになったということで、あ、これがエンチャントハットか。これが魔法使いのやつですね。オッケー。さあ、続いて、タコボーイ行きましょう。さあ、やってまいりました。やっぱみんなカタカナだな。タコはカタカナしか喋れないの。でも、飯田はちゃんと喋れるよね。さあ、サポーターになっていただく。こいつがなんかあれか、鎧のやつか。オッケー。で、2つ目のギアをもらう条件が、まあいろいろあるみたいなんですけど、一番手っ取り早いのはサポーターに登録するやつですね。アミーボ書き込む。で、これ書き込みやると2つ目のギアがもらえるということで、3つとも書き込んでいきます。よし、オッケー。というわけで、残りは、バトルで10勝するっていうのが、一応3つ目の条件として定番というか、まあ一番手っ取り早いやつなので、それをやっていこうかなと思います。はい、というわけで、アミーボのギアの条件すべて満たしたので、アミーボを改めてかざしていきたいと思います。これで全部のギアと、あと、音楽も全部もらえるはずです。さあ、これで鎧と足、サブインクと怪物いいですね。これがイカラジオの曲ですね。よし。まあ、写真はちょっとまた後で改めてやりましょう。とりあえずまずは、全部欲しい。よし。で、ガールがエンチャント系だよね。魔法使いシリーズ。サーマルインクと一足と、で、これが曲。さあ、ラスト。ヒデオくん。ヒデオくんの服と靴が欲しい。ヒデオくん、頭はね、カムバックで結構使い勝手良さそうだったんですけども。スパジャンとフッタン。あー、そういう感じか。いや、でも全然、スパジャンフッタンでカムバックだったらね、なんかほんと、復帰した時の強さは、ピカイチみたいな感じなのかな、わからんけど。とりあえず、イカラジオの方も見てみましょう。はい、というわけでやってまいりました。イカラジオ。これだね。これ、ミュージックスタートどれだ？これか？あれか。オクトエキスパンションの中の BGM だね。あー、なるほどね。確かに今までイカラジオになかったわ。あったね、これ。あった。いやー、オクトエキスパンション懐かしいわ、もう。あったね、こんなの。あった。あ、この3つなんだね。なるほど。といった感じで、曲はこんな感じですね。これでおそらくイカラジオ全曲揃ったんじゃないかな。これ以上は多分増えないと思います。僕もアミーボ全部持ってるんで、おそらくこれで全部かな。多分これ以上曲が増えるってことないと思うので、まあまあまあこんな感じで。さあそれではね、写真撮影やってみましょう。やっぱ写真撮影がね一番ギアがよく見えて可愛いと思うので、まずは魔法使いから。ああいいね、これが魔法使いギア。はい、というわけで、お次はボーイと写真撮ってみましょう。さあ、しっかりと鎧を着てきたわけですが、まあ、これはこれでありかなという感じですね。まあ、3つあるうちの多分おそらく一番人気ないと思うんですけど、鎧だからね、うん、やっぱ魔女とか、あとはネタ枠のヒデオくんとかの方が見栄えはいいかなっていう気がするんですけど、これはこれでいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでラスト、ヒデオくんですね。これほんと、上半身から下、ただのミッキーだからね、これ、著作権大丈夫かなっていう。ミッキーは手袋の線が3つだったと思うんですけど、こいつは4つなんだよね。まあちゃんと著作権、引っかからないようにしてんのかなっていう気はするけど、もろミッキーだ、これ。といった感じで、これ多分ね、髪型、ボーイのアフロとかにすればこの下のちょろんってやつ見えなくなると思うんで、本当になんかヒデオくんだけになると思いますはい、というわけで試しにね、ボーイのアフロにヒデオくんかぶせてみたんですけど、なんか、後ろの方がね、アフロ、圧力でちょっとはみ出てるんだよね。これちょっと面白いな。まあこんな感じで、ボーイだと、ちょっと立ち方もやっぱ違うね。うん。なんか、自信ありげなヒデオくんみたいな感じで。まあギアはこんな感じですね。ギアパワーも見ての通り、まあそんななんか、まあ、サーマルインクだけちょっと微妙かなっていう気はするけど、他は全然使い道ありそうなので、ぜひぜひ、お目当てのギアがあったらね、アミーボ3体セットもあるんですけど、個別に売ってるので、気になるやつだけ買うこともできるんでね、ぜひ皆さん買ってみてください。というわけで、今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。